待って、ライン来てる、ライン来てる、ライン来てる。ちょ、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 グループ、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 グループ。ちょ、こいつ、お前記録つけ、絶対記録つけ。もうつけてください。夜中に不審者が来ていて、逮捕してください。通報がありました。署までご同行お願いします。いえ、通報って私、ここの先生ですから。いや、こんな見た目の先生なんていません。ありがとうございます。あ、これ不審者の忘れ物です。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。ご苦労様です。一件落着。いや、この3つだけでも監督から離れよう、それだけでだいぶが辛くなるから。確かに、まずはバスやな。監督は一番前乗るやろうから、何としても後ろ取らなかった。もうそれ手打ってるわ。はい、岸田、席取ったか。はい、先輩たちの席に帽子置いてるんで、後ろの方で固めてます。僕も横におるんで、何でも言ってください。よっしゃ、ナイスすぎる。ナイスやー。マジでめんどくさいことあったら僕何でも率先して手あげるんで。いい感じね。これもすごい。よっしゃ、任せてください。シャキン手あげます。おお、いいね、いいね。こんなおもろい感じでパシってもらえるのは全然嬉しいです。高校の時の先輩なんてちょっと粗相したら腹パンしてきたんで。ガチマジで。だからほんまに先輩たちは優しいです。あ、出す、出す。まあ、着替えようか、行こう。後ろの方とちょっとよかったら席変わってほしいんやけども、前と後ろ、後ろ席で座りたいんやけど、誰かちょっと席変わってくれへん？Thank you.
って落としてもうてや。で、そこね、財布も、あの車のキーも、あの家の鍵も全部あるから、どこも行けなくてや。ちょっと、入れてくれる？申し訳ない。夜中にごめんな。みんな、寝ちょうだよ。ごめんごめん。助かった、助かった。ちょっと、ちょっと入れてくれる？ちょっとだいぶ寒がりきそうだからな。いや、申し訳ない。どうしたよって。ちょっと入れてくれるか。入れて。どうした？ジュン。なんか新しい洗濯機できてる。え、ガチ？うん。さっきはなかったけど。なんか急にできた。見てきて。ちょっとより、あ、見てみて。ちょっとやめて、ごめんね、ちょっと先輩たちどんな夢見ました？俺ら？夢？俺らか。俺ら。あ、監督。おはようございます。おはようございます。いや、ちょっとね、恥ずかしい話なんだけどね。昨日ちょっとポーチをなくしてもってね、そこにも財布も携帯も家の鍵もあと車のキーもね入れちゃうからもうどこにも入れなくて。ここで一晩過ごしたもうまだ寝ちょったからな。ああ、そこへ行って。ああ、ほんで、昨日ね、お前らにや、カーテンガーッ閉められる夢見たっちゅうね。そうだったんですか。ボコジュン。それは散々でしたね。どうぞどうぞどうぞ。ええ、すみません。中へ中へどうぞ。いや、ありがとう。ありがとう。ポーチなくしはったって言ってたんですけど、うん、先輩方ポーチ渡しました？あ、先輩俺どうなってんねん。先輩ちょっと夕方監督が顔見せはった時にですね、ポーチを置き忘れてはったんですよ。はいはいはい。まだ夜練の時に監督が顔見せに来はるので、オッケーオッケー、翔太さんのカバンに入れときます。あー、オッケーオッケー、よし行け。お前なしてこいよ。行きますよ。オッケーオッケーオッケー。道に捨ててきたから、俺らが後輩から預かってることを丸一日忘れたことは監督にバレることはない。うん、証拠隠滅や。え、先輩、監督上におるんですよ。うん、上やろ、2階やろ。あ、いや、収納の上です。目だと分かっちょる。先生、家族おんねん。嫁が心配してな、メッセージ送ってくんねん。返信できへんねん。何件来とるか。バグっちょるか。再起動。再起動しました。1時間ぶりの再起動です。8時間。新しい着信と新しいメッセージがゼロ件来ています。なるほど。お前らだ、自分。あれ言ってまま監督のポーチの中身あれ、いや、これさ、多分視聴者さんも見た人多いでしょ。いや、もう、僕も気になりますよ。あれです、あれです、あれです。まだ見たことあるぞ、俺やんな。好きなのやろ、だってカバンの中身何入ってたりとか。はい、なんやんな。あれです。ほんなら、はい、行くか。行きましょう。監督のポーチ大公開。よいしょ。はいはい、これでだから監督がおらんくなった瞬間に、はい、もうパッと行って、はい、もう中見ちゃうっていう感じです。はい、はいはい、もしもし、あ、すぐ行きます。はいはい、失礼します。よいしょ。マジ行ってきます。それでは行きましょう。はい。あ、来ました来ました。先輩、聞こえてますか？聞こえてたらピースお願いします。
ちょ、見てくださいよ。行きますよ。先輩、あ、映りました。よかった。先輩、先輩聞こえてますか。先輩、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 この人、お松さんじゃない。僕の直感はそう感じていました。先輩、大丈夫ですか。体調悪くないですか。大丈夫。次僕行きます。うん、そんなことより YouTube はもう終わろう。え、行くとこができたから。あ、はい。え、どこ行くんですか先輩。自主練習。整備変わるよ。あー、今俺やる。いや、あの、1年生の仕事なんで。お前、先輩が整備変わる。いいよ、気にしないで。あ、いや、大丈夫です。気にしないでいいよ。いや、変わるってば。人の力で握ってるとは到底思えないほど強力でした。お前、先輩、僕やります。いいって、いいって、無理しなくて。あとこれジュース飲みな。わかりました。お言葉に甘えて、いただきます。お松先輩が必死に素振りなんてするわけない。何しとんねん。いやー、にしてもお前はアホやろ。そんなことな、あいつこれ見たんちゃうか。アホなこと言うとらんと。はい、じゃあ行きなさい。すいません、はい、ありがとうございました。いい、申し訳ございませんでした。はいはいはい、失礼しました。はい。です。すいません。おー、いいですね。ありがとうございます。はい、いいですね。早速。あ、実はね、大使さん、はいはい、先ほど私、あの、部員たち説教したでしょ。はいはい、サボってちゃうぞ、言うて。実はね、私も今日会議サボってるんです。これだけの話。まあまあ、たまにはね。まあ、学園長も今日来おへんみたいな、はい、もうサボってたよ、思って。いただきます。はい、いや、いいですね。これ美味しそうや。いい麺で。これこだわりの麺や。いただきます。おや、何してんの。いや、あの、いや、あの、ちょっと、まあ、とりあえず先食べなさい。後で連絡する。くっせぇ、やらせるな。やりたいです。やりたいです。いや、やりたいです。やめろよ。なんでボールやけ。もう一回お願いします。あのね、なんで勝てない思うとるやつの相手を選手がせなあかん。暇じゃないね。相手の人生、生活考えろ、お前ら。
そんな思いでよう言うたな。もうやるお前らそれでな。いや変わってないやろ。見えてこへん。やめたら。もう一回お願いします。お願いします。お願いします。いやいや、もう一回お願いします。お前できるこの状況で、お前が指導者にできないやつなら、お前ねえぜ。いや、カズ君、すいません、もう一回お願いします。カズ君お願いします。もう一回お願いします。すいません、もう一回お願いします。カズ君、もう一回お願いします。もう一回お願いします。お前らが怪しい。レー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 すごい解放解放エクステンション。レッツゴー解放解放エクステンション。